どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ななちゃんです。七不思議の吉田桃です。大神信です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今回素晴らしいゲストを来ていただいております。はい。ルー大柴さんです。よろしく。あなたのルー大柴です。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。もうね、ここはあの、はい、バーなんでしょ。そうなんです、ね、バーとスタジオでございます。キンチタウンからね、早速ウォークしてね、はい、来たんだけど、はい、なんかこう、アフレード、はい、つまり怖い話を、はい、ここでなんか話っていう企画なんじゃないの。そうなんです、うん、うちのチャンネル怖い話のチャンネルなんで、うんうん、怖い話をしていただくという形なんですけど、うん、だけど、はい、私がそんな霊もないし、はい、霊感っていうの、はい、はい、はい、だからまあ長い人生ね、はい、なんかこうちょっと不思議なワンダーなことがね、ワンダーなことがちょこちょこやっぱさすがルーさんですか、入ってきますよね。あるかな、はい、2、3あったかなと思って。本当ですか。だからちょっとねトークしてから、はい、あ、しゃべってもいいです。いただけます、はい、ありがとうございます。いや本当になんで僕らのオファー受けていただいたんですか、うん、あの一応断ったんだ。断ったそれは悲しいですよ、ちょっと、はい、断ったけど、わけわかんないですもんね。だけどやっぱりあのすごく素晴らしいこれからの方だっていうことで、はい、嬉しい。でじゃあ私もじゃあ調べてみるっつって、はいはい、で逐一調べまして、はい、はい、東京出身だね。あ、うん、はい、世田谷部です。そうです、はい、ほら世田谷だよ、はい、ね、世田谷です。生意気だね。生意気ですよね。生意気ですよね。なんかあれだよ、はい、川崎の宮前平ってとこ。宮前平なんですか。宮前平のあのルーったら有名ですよ、ね。そうなんですね、僕近く住んでました。どちら。僕宮崎台に住んでました。宮崎台はね、はい、もう今すごいタウンですよ。そうなんですか。若い人たちがね、ベッドタウンですよ。そ、まあ、そんなあのハウスの話はこっちに置いといて、ね、何か質問があるんだって。いや、そうなんですよ、うんうん、僕らあの昔からルーさんを見させていただいたんですけど、はい、そのルーさんといえばやっぱルー語じゃないですか、うん、ね、まあね、はい、そうですね。いつからそのルー語って話されてるんですか。もうチャイルドの頃から。幼少の頃からっていうこと。でも生まれながらにしてではないわけじゃないですか。まあもちろんそうなんだけど、はいはい、やっぱりね一番ね、影響を受けたのは、ね、はい、ファザーね。ファザー。うちのパパがね、はい、ロシア語と中国語と英語、はいはい、もちろん日本人なんだけど、はい、日本語喋れる。おお、そう、トライリンガルってこと、うん、すごい。そうそう、あっちで、ね、生活してたし。はい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 、うん、でだから要するにエレメンタリースクールだったかな。あ、小学校の時ね。小学校の時、父親から英語と日本語トゥゲザーで喋ったわけ。うわ、生トゥゲザー聞けた俺、そう、めっちゃ嬉しい。ね、ちょっとイチゴ食べなさいって普通言うじゃない。はいはい、言いますよ ね、 そ、 うですよね、はい、それなのに、はい、ストロベリーいいとしろよって言うんだよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。だから、はい、子供の頃にストロベリーはイチゴだってのは分かってたんだけど、はいはいはい、イートって何なんだろう。そうですよね、そ、食べるっていう意味だよって言って、ちょっと気持ち悪いなと思って。ルーさん気持ち悪かったですか最初。いやだってさ、周りのさ、ね、友達だとかさ、家行ったりするじゃない。はい、あの当時の親父っていうのはさ、はい、おう来たかぐらいの感じで、ね、はい、そんなさ、いいとしろよなんて言 う、 いい、言う人いないよ。いないと思う。だからね、非常にね、あの小さい時、はいはい、ちょっと恥ずかしいなと思ってた、はいはいはい、父親と一緒、はい、うん、でもそれがもう移ってきたんですよね、ルーさん。でそうね、そんで、はい、だから要するに私の、うん、ルーっていうのも、はい、親父がつけたんですよ。お、ソウルのルボトって。うん、あ、そういうことなんですね。カレーのルーが好きだからってんじゃなくて、はいはい、まああれも好きだけどね。いや好きなんですよ、ね、名前からルーって、はい、あ、そうなんですね。要するにニックネームがそうだった。へぇ、だからね、もう要するに外国ナイズされてたっていうかね、はい、うん、そういうちょっと変わった人だったんで、はいはいはい、はい、うん、まあそれとやっぱり私自身も外国に非常に憧れてね、はい、ジャパンなんてダメだと、ジャパンはダメだと小さい時から、ね、はいはいはい、やっぱり外国に夢を持って、はい、移民しようかなと思ってたんだけど、そんなことはできるわけねえだろうって。
なかなか時代的にも難しかった。時代的にもね。それから、はい、あの英語喋るようになったのは、はい、日本語とトゥゲザーでね、はい、あの高校時代に、はい、ガールフレンドがアメリカンスクールだったのよ、でその子がやっぱり日本語と英語トゥゲザーで喋るんで、はいはい、やっぱり私ボーイフレンドだから、はい、あのそれに習って、あの喋る。ああそうなんですね。それと高校グラジュエイトってなんだっけ、あの卒業してからアバウト1年ぐらいなんだけど、はいはい、あのヨーロッパ回ってヒッチハイクしたり、あの当時ヒッピーっつってて、はいはい、うん、だからもうすごいいろんな人たちとトゥゲザーして、トゥゲザーして、あの止めてくれたりね、最後、まあ、こんなね、はい、あのことをした、はい、あの青春をしてたから、はいはいはい、でもやっぱりアクターっていうか、まあ、タレントみたいなものも夢見てたっていうので、はいはいはい、外国じゃダメだなと思って、はい、そんでジャパンに帰ってきたの。都落ちじゃないかと。いろいろ勉強してもらってね。そう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 、行ったけども、行ってで、まあ、あのいろいろありましてね、はい、で、あのもちろん演劇学校も行ったのよ。はい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 、うん、あのいろいろ宮下達也さんっていうね、あの、はい、あなたは知らないだろうけど、はい、昔の三船敏郎さんとかああいう時のスターがいたわけ、はい、でそこで2年半ぐらいね、あの付き人をやって、ほう、うん、そうなんですか。それからが始まりだね。あ、そうなんですね。そんで鳴かず飛ばずでさ、はい、そんでもうアルバイトしながら夢見てたんだけど、はい、で、あの演劇学校もう一回行こうと思って、はい、一回行ったの、もう一回行かれたんですか。あの、はい、演劇学校っていうかね、はい、あの募集してたから、はい、あ、じゃあもうこれ最後のチャンスかなと思って、で、あのカツアカデミーっていう、はいはい、あのビクトリーニュータローさんがやってる、はい、そうそうそう、これよう分かったな、今ビクトリーニュータローさんが、ビクトリーニュータローさんですよ。ニュータローがね、竹島って言ったらニュータローって言ったら、いやいや今大変だよこんな生きてたら、お前なんだお前ルールお前お前お前な、どうなんだよ、怖いですね。ほ、まあ、はい、んで、はい、そこで1年ぐらいやって、うん、でそこからまたまあいろいろあってね、はい、うん、で僕らが本当にテレビで見させていただいてたのって、うんうん、浅草橋ヤング用品ってやりましたね。めちゃめちゃ見てた、マニョマニョ生マニョマニョや、ハイパン履いてね。いや、そうですよ、そうね、あれは本当にテリーとが、はいはい、私を大抜擢したんだよね、はい、大抜擢なんですか。私も深夜の番組で司会やってたんだけど、はい、でマネージャーとあの銀座歩いてたら、はい、あのテリー伊藤の一家がいてさ、はい、あの要するにディレクターとかね、はいはい、あのカメラマンとか、はい、で待ち伏せしてたの俺を、ルーさんもそうなんですか。そんで僕はちょっと知ってるけど、はい、でなんかこうあのなんかアーミーのなんか洋服着ててさ、はいはいはい、ちょっと怖い人だなと思って、はい、でまあ行こうと思ったら、はい、ルーさんですかっていう、はい、テリーさんが、はい、で、はいっつって、はい、で実はあの今企画してんだけど、ジェニーちゃんだって、はい、で、はい、あの君司会やってくんないかほう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 、でその時いっぱいあったんだよ、はい、うん、だから、はい、ちょっと待ってくださいって言って、はいはい、でも君でやりたいんだって、直接交渉、すごいですね、はい、そんでテリーに言われてね、はいはい、うん、あの当時はね、伊藤照夫って言ってたんだよね。あ、なるほど、本名というか、ね、そう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 、なるほど、分かりました、ちょっと考えさせてくださいって言って、はいはい、お別れして、はい、でマネージャーに、はい、テリーさん、はい、ちょっとあのルーちゃん欲しいんで、はい、言われて、でそんなで、あのマニョマニョあのマニョマニョなんですね。そうだったんですね。そしたらおかげさんでね、はい、あれはちょっと爆発してね。いや、そうですよ。めちゃくちゃ見てましたもん。10代でしたから僕たち。そうですか。ものすごい見てましたし、あとやっぱり、うん、アデランスの CM ですね。そうですね。CM ですよね、うん。よくご存知ですね。いやいや、だってもうずっと流れてましたから。いや、まずスーパーそうですよ。いや、本当ですよ。トゥゲザーしようぜ。ちょっと待ってよ。何？ノブ。何ですか？ルー。ルーって言うんじゃないよ。お前もまたノブだ。いいよ、ルーでいいよ。ルーでいいですか？やった。やばいよ、なんて、いきなりちぎりかよ、おい、いいな、おい、ちぎりって、やめろよ、ちぎりって
気持ちいいわね。気持ち悪い言葉だね。いや、なんとなくここね、羨ましいな。今日ファーストタイムあったわけだから。もちろんそうなんですよ、私も。で、何の話だっけ。そうですよね、まあいろいろありますから。いろいろあって、ですよね。で、いいともだっていうね、レギュラーになられてて、だからもう本当に見てたんですよ。だからね、未だにトゥゲザーだよね。はい、そうです。もう、私が死ぬ前のトゥゲザーっていうのは、あの、私の代名詞みたいなもんですね。本当にそうですよね。若い時は、あれで、あの、何アデランスのやつ、はいはいはい、なんかトゥゲザーしようぜっつって、あの右から左に飛んだんですよ。でそれがだからあれクライアントがトゥゲザーでやってくれって言ったら、はい、でやったんですよ、はいはい、でその当時は飛べたよね、若いからね、はいはい、で必死だったしね、はい、もうね、うん、あれぐらいの時っておいくつですか。あれがね、もうね、35、6になってもうだから遅咲きも遅咲きでね、はいはいはい、じゃあもう30の5、6ぐらいからテレビでこう、うん、34から、うん、あ、そうですね、うん、当時でしたらやっぱ遅咲きですもんね。遅咲きですよね。そっかそっか。いやでもそっからの勢いってすごかったですよね。いやもうだって要するに死に物狂いだった。だってもう笑うもの掴む思いでさ、はい、でもうとにかくそんな自分が少しは売れても、はい、あのそんな長く続かないと思ったの、はい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 、そしたら長く続かなかった。いやいつも元気なっていう。だからもう喉枯れてね、そうですよね、うん、寝る暇もなかったし、うわ、うん、でもまあ楽しい時代だったんですけどね。いやだって今みたいにさ、こう締め付けがないあれだった、ね、自由な、そうですよね。でも あまりにも自由すぎたもんね。俺マジでかっこよかったっすもん、自由にテレビの中で、うん、うわー暴れてはるから、うん、かっけーと思ってたんですけど、うん、世の中の、うん、その女性誌とかのランキングあったじゃないですか、うん、そうそうそう、抱かれたくない男ランキングとか、大きな有吉さんだよ。そんなことを俺に質問するの。いやいや、あれ俺は違うと思ったんですよ、ルーさん男前やのに。ただね、あれはすごかったよ、はい、3年連続全部1位だからね、はい、あの2位とか3位じゃないんだよ、はい、いろんなさ、ジャンルがあって、はい、抱かれたくないとか、はい、嫌いな男とか、ね、殴ってやりたい男とかすげえやん。たけしさんに俺1位になっちゃったよって言ったら、はいはい、お前さ、外歩けねえな、怖い。殴られる可能性があると思ってますね。そんなん出すんすか。でね、で、あのね、抱かれたくない男ね、はい、あの当時1位がルー大柴、はい、2位が小錦だったんだよ。うわー、なるほど。3位がね、はい、覚えてる、ジミーちゃん。あー、ジミーさんだ。なるほど。本当にこれアンケート取ってんのかな。そいつの主観じゃねえかみたいな。そうですけどね。いやだから僕は納得いってなかったんですよ。だからね、あれで3年ぐらいでもう1位から脱落して、はい、それから1位になったのは、はい、あの今すごい江頭さん、江頭さんですよ。なるほど。江頭ちゃんとも会ってないけどね、さ、俺の顔見ると低姿勢で。いやだって、ね、浅草橋ヤング用品店でね、うん、こう一緒にねやられてましたもんね。いやいや、もう最後はもうあれだよ、江頭の番組。、うん、いやすごかった、その潜水で。浅草キッドだとかね、はい、そうですよね、あいつらにみんな取られちゃって。いや、哀れなもんでしたけど。いや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 、ヒーローですよね、僕たちの中では。本当に僕ら今日はお会いできて嬉しいんですけど、うん、はい、ちょっとせっかくですんで、うん、怖い話いくつかね、うん、ちょっといただけたらと思うんですけど、うん、やっぱ人生長くねいらっしゃるんで、ちょっと不思議なこととか、あのね、この YouTube 見たんだけど、はい、ありがとうございます。のぶちゃんの話って、はい、あの見てて、はい、ゾクゾクするんだよ。嬉しい、怖いなと思って。うちの相方はゾクゾクする。なるほど、これは嬉しい。うん、本当かなと思って、で見てたらさ、あの何、あの iPhone だけ、うん、で携帯がさ、途中で止まったの。これ。あれ、はいはい、そんなこと一度もないのよ、はい、今まで、はい、うん、今まで、はい、なんかその怖い話してこうやってじっと見てたら、はい、携帯が止まって、はい、壊れたのかなと思って、はいはいはい、そんでちょっとやったら、はい、
そうね、5、6分ダメだった。そんな固まってたんですか、ね、だから、見ないでくださいってことなのかな。そういうことじゃないですよ、ね、そういうことはないですけど、いやいや、はい、だけど、そういう現象ってあるじゃん、はいはいはい、でね、じゃあ私の話、はい、ありがとうございます。あの冒頭にも言ったけど、はい、あの見たことないんだよね、はいはい、幽霊とかね、はいはい、うん、霊とか火の玉とかさ、はい、そういうのはないんだけど、はい、なんだっけ、こうグーッと上がるなんじゃない、幽体、幽体離脱、幽体離脱、はい、あれは私1回か2回やったことあるんです。うわ、そうなんですか。でね、スリープしてて、はいはいはい、スリープしてで、なんか夢見てたんだけど、はいはい、そっからね、グーッと上がってくんだよ。で、それが見えるのよ、自分で。ご自身で見えるんですか。見えるの、はいはい、で、寝てるんだよ、こうやって、はい、だけど、体がこう上がってって、はい、で頭、顔も上がってってんですよ、はい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 、そんで、ジャパン の,、はい、あのなん地図があるんじゃない、はいはいはい、あれからずっと上の方にはめちゃめちゃ上行ってるじゃないですか。でロシアの方まで行って、うん、そんでうわー世界って広いんだなって、周り見て、はいはい、で怖いな怖いなと思って、はい、だけどうわ これが、うん、要するに私は教書アフレード症なんだよ、はい、教書アフレードっていうか、はい、高所恐怖症なんだよ。高所恐怖症なんだけど、はい、でこうやってでもその時は全然大丈夫なの。ああそうなんですか。普段は怖いのに、怖いの。そんでうわ怖いで、だんだん地球に、地球っていうかジャパンに近づいてきたら、はい、ああもう俺もしかしたらダメなのかなと思って、でだんだん怖くなって、はい、そんでそれがずっと言ってベッドになってこうなって着いた時にパッと目が覚めた。ほー戻れた。そんでこれこんなことあんのかなと思って、はいはいはい、非常にサプライズした思い出、それはルーさんがおいくつくらいの時の体験なんですか。ね、30ちょっと過ぎてる。あ、じゃあお仕事とかでも、うん、まあ、ブレイクし始めた、頃かな。なるほど、ね、いやすごいですね、幽体離脱されてるんですね。されてる、で、本も読んだから、はい、なんかその影響なのかな、あのシャーリン・マクウェインの、はい、本があるんですよ、はい、女優さんなんだけどね、はい、アメリカの女優、ウォーレン・ビューティーのお姉さんなんだ、はい、その人がこの幽体、はい、なんか幽体離脱、うん、の話をしてるの本があって、はい、それ実は読んでたんです。あ、その前に読まれたんですね。で、それが映ったのかなと思って。でもそれ潜在意識の中に刷り込まれたとしても、うん、実際にその姿見られてるんですもんね。そう、いやそれが不思議ですよね。抜けてる気がするんだけど、うん、それね、芸能人の人って、はい、結構何霊がある人って、霊見える人いらっしゃいますね。ホテル泊まるとこうやって、はいはいはい、であるじゃない。はい、だけどそういうのはないんだよ、ね、ただ一度会ったのは、はい、静岡の方のでロケして、でホテルがあって、はい、で今日はここで泊まってくださいって言って、はいはい、でルー大芝来るって言うんで、はい、ホテルの人が、はい、離れの、はい、一部屋をルーさんここ泊まっていいんですよって、はい、なるほど。で、やだなこんな贅沢だよとか言いながら、はい、お前みんなとトゥニャザーがいいよトゥニャザーがいいんですか。だからみんなで飯食って終わって、はい、じゃあルーさんっつって、はい、なんか嫌われてんのかなこれ、へこみますね。でも実際あっち行ってくださいみたいな。で、広い部屋でさ、はい、で、真ん中に布団敷いてあるわけ。で、もうガラッてやるともう、はい、庭が見えてさ、はい、すごくいいビューなのね、はい、明けすぎるのね。そんでさ、私がさ、あそこで寝ようと思って、はい、で、ちょっと一杯やって、はい、で、さ、もう明日また早いからと思って、はい、寝たらさ、はい、女の人の声がつくの。あれでね、はい、私が寝てる布団のこっち側が、はい、トイレだったの。はい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 、はい、で、もうあれなんかこう泣き声みたいなのが聞こえるから、泣き声なんですね。いやーってこういう感じなのよ。はい、誰かいんのかなと思ってさ、はい、これ事実だからね。はい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 、そんで俺飛び起きて、はい、でちょっと明かりつけたんだよ、はいはい、普通その鳴き声はなくなる。そんで、そうなんですか。でまた消すと、はい、鳴くの。ええー、嫌だよなと思って。めちゃくちゃ怖いですね。
でもうしょうがないなと思って、はい、そんでこうやってまあいいや頑張ろうと思って、はい、で僕あの金縛りとかそういうのやったことないんで、はいはい、うん、そんだけどなんか泣きながら私の布団にこう来るような気が足の方に、こういう気配したんですか。気配したんで、はい、だね、そういう時は、はい、あの騒いじゃいけないんだよね、ははは、うん、はという話を聞いたんで、はい、なるほど、あのやめてくれよっつって言ったんですか。言ったの、はいはい、うん、出てってくんないかな、はいはいはい、やめてやめてやめて、はい、っつったら、はいはい、だん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 こう逃げてったっていうか、聞き分けいいというか、聞き分けない、はい、僕嫌なんだこういうことは、はい、で、はい、でそしたら逃げてった、そんでさ、はい、モーニングね、モーニングですよ、トイレに行きました、トイレ、はい、でトイレに入ってパッと見たら、はい、トイレの要するに、手洗うところに、はいはいはい、お札が貼ってあるんだよ、はい、で、はい、ちょっと気持ち悪いんで、いや、そうですよね、でそのホテルの人に、はい、あのこの札ってなんで、はい、あの貼ってあったんですか、あの布団上げてきたおばさんに聞いたら、はいはい、したらここはね、はい、ルーさんね、はい、あのちょっとそういう霊がある部屋なんですよ、はいはいはい、だけど一番いい部屋なんですよ、はいはいはい、なんでそういうルーさんに当てがったんですか。だから知らないよ。だから俺は霊を見ない人だと思ってたんじゃないの。そうだ、明るいし、やっぱ感じない人だと思ってたんですよ、弾き飛ばすぐらいの明るさ。だから、はい、あのホテルの方でみんなでガチャガチャやってた方が良かったんだよ。よかった、そうですよね。もうね、だから次のロケ疲れちゃってさ。そうですよ、夜中そんなね、睡眠もなかなか取れてなかった、ね。いや、すごいじゃないですか、ルーさん。まあ、このぐらいの話です。いや、OK ですか。もちろんです、本当に。いや、でも本当にそういうのがね、よく旅館とかホテルとかでお札がある部屋ってあるって聞きますけれども、ある、本当にあるんだな。もうだから、二度とそこは行かないようにしよう。まあ、そうですよね。で、ルーさんなんですけど、あの霊感はないし、そういう幽霊とか見たことないっておっしゃられたじゃないですか。今日僕ですね、心霊写真というものをご用意したんですよ。聞いてないよ、申し訳ないんですけど、心霊写真をルーさんに見ていただいて、ちょっと驚いてもらおうかなと思いまして、どうでしょう。いいですよ。ありがとうございます。霊感がないルーさん、うん、でも、うん、これは嘘でしょみたいな、うん、はっきりと写ってるのをお持ちしましたんで。ルーさん自身は、うん、その例えば心霊であったりお化けとか幽霊の存在っていうのは、うん、どうですか、信じる感じですか。そういう、例えば実際静岡でそういう経験されたりとか、はい、あの僕はあると思いますね。なるほど。ただあの見える人と見えない人と、はい、それから霊感が強い人と全然強くない人と、はいはい、あの人間分かれてるんじゃないですか。分かれてますね。だけどあの世とかそういうのはあると思います。丹波哲郎だ。急に降りてきた。急に大霊感始まった。丹波さん表示してきた。丹波だ。あ、そう、丹波だって言われちゃった。ルー、待ってるからな。呼ばれてる、呼ばれてる。まだ行かないでいただきたい。まだ行かないでください。もうちょっと待ちましょう。丹波さん、もうちょっと。いや、あの丹波さんは、はい、私はあのタウンウェーブって呼んでたの。タウンウェーブ、タンバだから。波ですよね。ではですね、まず1枚目なんですけども、はい、まあ、これね、投稿された方の弟さんが高知県の有名なハイレストランがあるらしいんです、はい、心霊スポットになってるらしいんですけど、で、その入り口からですね、はい、そのレストランめがけて撮ったんです、写真を、はい、そしたら、うん、もう明らかにホラー映画の、うん、リングってご存知ですか。あ、知ってます。貞子、うん、貞子、うん、有名な、日本で一番有名な幽霊です。もうマジで貞子そのものの幽霊が映ったと。なことあるじゃないですよね。いや、そうですよね。作ってさ思いますよね。やめろよ、そういうさ。じゃあちょっといい番組構成怒られるぞ。ちょっと見て、ね、これちょっと上からね、下ろしていってアップにしますね、最後、はい、じゃあいいの、こっから見て、はい、これ、はい、はい、こう、これ、うん、まあこうハイレストランなんですよ。レストランだよ。でね、こう撮って、うんうんうん、これで行ったんでしょうね、車、バイクで、はいはい、アップしていきますよ。はいよ、はい、これでこの車の横を見ててくださいね、うん、ここに、うん、うわ、
ここにあーいいますね。いるね。ほらこれ髪の毛で、うん、この白い服で、あ、いるいるいる、はい、これ完全手なんですよ。怖っ。で一応足あるんすけど、うん、この足首というか、うん、この素肌の部分がないんですよ。ないの、はい、これはちょっと作り物と、ワニさんどうですか。俺作り物だよ。いや作り物ではない。作り物じゃない。これ作り物じゃないんです。そうです。なんかあの、はい、よくあれじゃない、こうカメラさんね、はい、テクニックでこう、はいはいはい、ありますね。ちょっとなんか入れてさ、はい、なるほど、ちゃかすみたいな、はい、これ違うんですって。はい、でもあのはっきり私は見えましたよ。はい、あ、見えました。やっぱり、はい、ここ怖いですよね。で、うん、今ルーさん、いや作り物だよとおっしゃいましたよね。うん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 、あの、うん、心霊写真って、うん、こうなんか写ってたり、うん、こうねふわって浮いてたりとか、うんうんうん、そういう状況じゃないですか、うん、でこうなんか加工してね、うん、作ったとして、うん、それを付け足すのがこのなんか心霊写真のなんか作り物じゃないですか、うん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 、これ次お見せするのはちょっとパターン違いまして、うん、ちょっと待ってよ。怖くなってきた。ちょっとね、どういうものかちょっと、うん、やだ俺。禁止タウンでちょっと一杯飲んで帰りたかった、はい、バーなんで、バーなんで、お酒はありますんで、はいはい、でですね、うん、今写真って消せるんですよ、いらないものを、はいはい、うん、こうデータになってて、でいらないものを消せるんですね、うん、でそういう機能で消しゴムマジックという機能があるらしいんです、うん、はい、でとあるアーティストさんのライブに行った時に、うん、そのアーティストさんのファン仲間で撮った写真らしいんですけども、1枚目と2枚目がありまして、うん、1枚目でこうちょっと後ろの背景というか人とかを消して、うん、その自分たちのこのお気に入りのメンバーだけでこう写真ね、うん、やろうとしたんです、うんうん、でその一人を消した時に、うん、ちょっと気持ち悪いものが出てきたらしいんですよ。ちょっと帰るよ。もうちょっとあとしばし、しばしお待ちください。さん、これはちょっと見ていただ、ね、いきますね。これが1枚目なんです。これがこれ普通にね、友達でこれで撮ったんですけど、うんうん、はい、この辺りをちょっと消してったんですって。まだいたのね、友達ね、はい、ここいる、うん、この辺を消した時に、うんうんうん、知らないやつが後ろに出てきて顔とかが変なんですよ。これは気持ち悪いですよ。気持ち悪いね、これ。あの、ね、この人を消したんでしょ。消したんです、うんうん、消したら、うん、その後ろに、うん、いるはずのないはっきりと、うん、人が出てきて、この人でしょ。そうです、うん、で顔が変っていうね。いやだ、うん、この顔怖い。そうなんですよ。、うん、これすごいところが消したら出てくるっていう新しいパターンの心霊写真です。あ、そういうことなの、はい、そういうことです。実際にはいない、消せば、はい、出る、そういう仕組みになってんの。じゃなくて、そんな仕組みじゃないですよ、これは、はい、で、次が最後です、うん、もうこれ最後なんで、うん、ちょっと覚悟してください、ルーさん。ルーさん覚悟してください。やっぱ3つ目、やっぱ大きいのをやっぱ持ってきますので、はい、もう助けてください。ありがとうございます。助けます、はい、身を挺してでも僕は助けますけれども、あのですね、これね、うん、僕に送っていただいた写真なんですけども、この方の先輩、の友達の写真らしいんですが、はい、その方女性なんですけども、まあ霊感がですね、うん、ちょっとある方で、うん、で、ご兄弟もお母さんも霊感がある、うん、まあちょっとだけ霊感がある一家というか、うんうん、そんな方たちなんですけども、一人で家にいました、うんうん、でリビングにいたんですけど、はい、寝室から、うん、もうすごいなんか見られてる気がするんですって、うんうん、でも肉眼では何も見えないんです、うん、なんだよ、なんか見られてる気すんなと思って何気なく、うん、そこを写真で撮ったらしいんですよ、うんうん、でこう見たら何もないんですけど、はい、うん、でもこの写真からも見られてる気がするんですって、うん、であれおかしいなと思ってアップにすると何やらちょっとぼんやりといると。
目が怖くなってきた。そうですよね。そうですよね。説明もうまいな。ありがとうございます。お褒めに扱い嬉しいね。で、このぼんやりしてる、これが気になって、で、現代すごいですよね。明るさを明るくしたりとか、はっきりさせることができるんです。それをやってみたところ、そのぼんやりとしたやつ、いや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 ってなったらしいんで、ちょっといいですか。え、普通の写真を明るくして、リビングにいまし ました。で、見られてる気がする。この辺だよね、寝室です。で、なんかこの辺に気配がする、見られてる気がする、でもあんまはっきりとは見えない、写真明るくしてみよう、何か映るかもしれない、これが明るくしたやつですけど、知らない女がここにいるんです。いるよ。怖っ、これマジで。いや、いたんかいっていう。これ座ってない？座ってるんです。で、こっち見てるんですよ、ずっと。気持ち悪い、マジで。これは怖いんですよ、ちょっとルーさん。いやだ、もういい。いやだ、もういいが出ちゃったじゃないか。やりすぎたじゃないか。分かったですよね。あれ、今一番映りいいよね。映りいいですね。そうですね。しっかりと映ってますね。はい。いや、本当にそういう世界もね、見ていただきたかったんです。すいません。いるんだね。いるんですよ。見たいです。いると思うんですよ。はい、いると思います。で、のびちゃんは過去にいろいろ見た。あ、そうですね。何回か、はい、見たことありますね。なんか実際にちょっと、なんか命の危険もあったこともあったんで。嫌だなぁ。嫌でしょ、自分で。いや、まあそうですね、嫌だったんで、なんとかその見ないようにする方法みたいなのもちょっと教えてもらいつつ、自分なりに今はもうちょっと見ないようにしてます、なるべく。でもなんかね、なんか襲われたりとか、そういうところとあった時って、例えばルーさんじゃないけど、なんかこうちゃんと自分の意思を相手に伝えるっていう、幽霊だってもともと人間だから、いや、やめてくれと、毅然と言い放ったら離れていくっていうことももしかしたらあるかもしれないですね。ルーさんおっしゃられてましたもんね。ルーさんのパターンも、よしてくださいと、よしてください、はっきりと。でもそこでトゥゲザーしようぜって言ったら一緒についてきちゃうんか。それトゥゲザーだったらうまいこと言うよ。やられちゃった。ありがとうございます。そこはトゥゲザーしない方がね、いいと思います。いや、本当に今日ルーさんありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しい時間でした。感動しました。ありがとうございました。ということで、今回のゲスト、ルー大島さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。ザシャ。皆さん、ちょっと告知させてください。はいはい。6月29日土曜日なんですけども、七不思議初の児童書5分階段出版されます。おめでとう。やりましたね。やりましたね。ただいま、Amazon と七不思議公式グッズショップ物不思議で予約販売中でございまして、はい、ここでですね、物不思議で販売中のプレミアム版の内容をご紹介したいと思います。何が違うんだと。まず1つ目、サイン入り本ということですね。で、2つ目が7オールスターしおり。これね、10万人イベントの時のグッズなんですけども、しおりなので、つけちゃおうかなと。そして3つ目、今回だけの特別記念グッズ、たくさんあります。これね。なるほど。これですよ、これね。これはすごいですよ、これ。ね。ついてたりするんですよ。かっこいいアクリル本のスタンドでしょ、これは。他にもトートバッグとかね、ついたりしてまして。で、5分階段の出版記念パーティー参加券もついております。なるほど、パーティーがあるわけですね。そうなんですね。で、あのグッズの方なんですが、今治製のタオルハンカチもつけちゃおうかな。あ、これからの季節ね、もう拭きますから、これどんどん拭いていきましょう。冷や汗とかを。冷や汗ない。いろんなもの拭いていきましょう、これは。でね、このグッズ5分階段のイラストを使用した特別デザインとなっておりまして、はい、今回のプレミアム版でしか手に入らないグッズとなっております。この機械逃しダメですよ。そして5分階段出版記念パーティーがですね、6月30日日曜日ですね、ガーリックマレガをですね、GMK に開催されます。こちらはプレミアム版をご購入いただいた方のみが参加できるということになっておりまして、この料金の中にイベント参加費も含まれております。イベント内容は立食パーティー形式の食べ放題と飲み放題ついておりまして、アルコールとノンアルコール、こちら両方用意しております。じゃあ飲める人飲めないとね。さらに5分階段をイメージしたこの日だけのウェルカムドリンクでお出迎え。そしてフードはですね、スモークフェスさんがこの日のためだけにこうアレンジを加えてくれた特別料理。またスモークフェスのフードとは別にですね、普段バーで食べれないデザートの方も用意しているしかも、皆さんぜひ5分で食べきってくださいね。そうはええやん、ゆっくり食べさせたらいいじゃん。はい、
い、で店内の内装もですね、うん、なんかこうパーティー仕様で、これ楽しみですね。これはね、うちには女性陣たくさんいらっしゃいますから、もういろいろやってくれてるでしょ、デコレーションがあるんじゃないかと、そして店内の至る所に5分階段のキャラクターが潜んでおります。うん、5分階段の世界を楽しんでいただければと思います。はい、そして七不思議、はですね、このスタジオ内で、記念撮影サイン入り本と記念グッズのお渡しなどを、はい、行っておりますので、はい、なんかね、こうみんなでワイワイ楽しくできたらなと思っております。出資しましょう。この出版記念パーティーだけなんですよ、この七不思議から本を直接こう受け取れるのは。なるほど、そうなんです。この機会じゃないとってところですね。はい、なのでこの日、この機会をですね、ぜひ狙ってですね、皆さんご参加いただければと思っております。お願いします。地方などで、イベントに参加できない方もご購入は可能となっておりまして、はい、グッズ目当てで買うのも全然 OK。 なるほど。また6月30日当日来れない方も7月2日の火曜もしくは7月5日の金曜、はい、お店に来ていただければ七不思議から直接本とグッズをお渡しできますので、詳しくは商品ページをご覧いただければと思っております。はい、こちら数量限定なのでお早めにということで、よろしくお願いします。皆様5分階段よろしくお願いします。はい、お願いします。